はい、今回は富山県の氷見市にやってきました。はい、すぐ入れそうよ。はい、早速行ってみたいと思います。行ってみます。行きましょう。これと、うん、これ、あ、すごい。すごい美味しそうだな。うん。面白い。出てた福井県の組合があって、その時その発表はあったらしいんですけど、うん、そうですね、もしか黒がなおすすめ。県単位の組合は、うんうん、で行かなかったんですけど、あのガチっていうか本気でするとは言ってますけど、でもそのウェアブランドとしてのどういう展示会ぐらいかな、足元ランニングショット出した気分です。リンゴシメとかあれやな、リンゴシメしよう、無難やと思う。麺がパッツン。やってくれんのか、何もしてないし。そうなんだ。え、福井のフレンドさんの社長交代者です。福井のフレンドって聞いたことあるし、卓球バドミントンの専門店さん、竹原さんっていう社長がいらっしゃったんですけど、交代者です。交代チャーシュー、厚みがすごいのに、すんごい柔らかい。はい、お待たせしました。うまいね。金曜日のこの時間って辛い。本当に情報早かった。煮干しにしよう、無駄ないと思います。そらすいませんね、やってますね。まだやってるから1時ほど時間の長い長野マシン。いや待って、めっちゃ早くもらってるじゃないですか。ウェアブランドとしてのどういう方向性みたいな感じはするんやけどね。だから去年も展示会だから足引っ張ラリムショット出してほしいんだけど、まあ、足引っ張りはいいんだよ。焦るわ。健康とマイカー、健康とマイカー、完食。満足したよ、うん、もう昨日の晩からずっと頭の中にあったから。今日黒醤油いったけど、うん、醤油は本当キリッとしたけど、麺がね、うん、あのコシがある美味しい麺だった。あ、そうやね、うん、あやちゃんが白醤油、白醤油で自分が煮干しなんですけど、うん、やっぱりマコが言うみたいに、うん、あの麺がすごいコシがあって、うん、ね、美味しかったね、美味しかった、うん、チャーシューがさ大判だったけど、うん、なんか柔らかかった、もっとガシッとくるかなと思った。あれ意外な、うん、いい驚きだった。あ、本当、油もとろっとした。煮干しのチャーシューは半レアみたいな、うん、あ、
チャーシューだったんですけど、うんだ、だから多分ね別皿でね来たんですけど、で煮卵もついてて、あ、うん、そうだね、うん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。